台風速報台風速報の時間がやってまいりました2023年8月15日火曜日午後1時22分39秒現在12時50分にですね気象庁の台風情報が新たに更新をされましたので速報にてお伝えいたします台風第7号ラン 2023年8月の15日、12時50分発表なんですけれども、えー、現在、台風第7号ランは、衰退しながらもですね、最大風速、毎秒30メートルの勢力を保ちながら、大阪湾にありつつも。 淡路島にですね、最接近している位置にあり、この後中国地方の兵庫県明石市に再上陸後に、縦断して日本海側へ抜けていく危機的な進路層が発表されており、今後も厳重な警戒が必要になります。本日15日、午前12時の実況からお伝えしてまいります。強さは強い勢力ではない状態で存在地域が淡路市付近。このバツ印の位置ですね、微妙に海上にありまして大阪湾にあります。 進行方向と速さは北西15キロ。9ノットですから、ママチャリを漕ぐぐらいのスピード。台風としてはですね、ノロノロ運転となっております。中心キャッター985ヘクトパスカル。最大風速は先ほどお伝えしましたように、毎秒30メートル。最大瞬間風速は40メートルとなっております。25メートル以上の暴風域。この太い赤線のエリアなんですけれども、ここがですね、全域で130キロ、7 7ナティカルマイル。 15キロ以上の強風域、この細い赤線の枠内がそうなんですが、全域で280キロ、150回りとなっております。そしてこの後、この次の予報円ですね、15日午後3時の予報円になります。15日15時の予報、予報円の中心位置、この中心部分なんですが、北緯34度55分34.9度、東経が134度40分134.7度となっております。 おりますのでこの位置をですね早速 google マップで弾き出しましたこの赤いポインターの位置が先ほど来、えー、お伝えしました気象庁が発表しております本日15日の午後3時時点の予報円の中心位置になります、えー、存在地域ちょっと入っていないんですが、うんえー、予報円の中心位置 から割り出したこの Google マップの位置は、兵庫県の姫路市になります。ちょっとデ寺町で読みが合っているのかわかりませんが、デ寺町のスカインというところ、山中ですね。Google Earth で見ますと、山中に最上陸をしているかに見えます。市街地のですね、姫路城の北側の山中ということになります。地図に切り替えますと。 とこのような位置ですね。淡路島を通過した後、兵庫県の博士市から上陸をした後ですね、姫路市の山中に予報円の中心位置があるということになります。進行方向と速さは北北西へ15キロ。変わらず、ノロノロ運転ですね。ママチャリのスピードです。中心キャッター985ヘクトパスカル。最大風速は毎秒30メートル。最大瞬間風速は40メートル。予報円の半径が30キロ。17回入り。 暴風警戒域は全域で160キロ、87回りとなっております。そして本日15日の午後6時の予報、こちらの予報になります。進行方向と速さは北北西で15キロと変わらず、ノロノロ運転ですね。中心気圧は毎秒、失礼しました、985ヘクトパスカル。最大風速は毎秒25メートル。最大瞬間風速は35メートルとなっております。 日本円の半径は35キロとなっておりまして、19海里となっております。そして、日本海側へ抜けるのがですね、本日15日の夜9時の予報になっております。なおも死別は台風の状態で、進行方向と速さは期待15キロ。 依然としてママチャリのスピードを維持したノロノロ運転となっております。中心気圧は985ヘクトパスカル、えー。最大風速は25メートルにまで下がりまして、最大瞬間風速は毎秒35メートル。予報円の半径は40キロとなっております。そしてこの後ですね、日本海側へ北上しながら抜けていった後、緩やかに北北西の方角へ進んだ後ですね、17日の午前9時から天候が行われまして、 北海道地方の北部をかすめるようにですね北東方向へ進んだ後カラフトサハリンですね、えー、こちらを通過してオホーツク海へ抜ける新流走となっております、えー、これが気象庁の12時50分発表の最新情報を速報です台風速報、えー、暴風警戒気こちらは9時,の予報9時の情報となっておりますがこの紫色でプロットされたエリアがですね、えー、70%から100% 赤色が30%から70%、黄色が3 5%から30%の確率で、台風第7号が暴風域に入る確率、エリアを表しております。やはり今後心配されるのは兵庫県ということで、えー、兵庫県がですね、今後、暴風域に入る確率をグラフで表した図になります。本日15日の9時からあ夜、まあ、午後6時まで、いずれもですね、えー、高い数値。 というよりも、100%のエリアがほとんどということになります。1時間ごとの降水量をプロットした画像、を最新情報になります。気象庁の今後の雨を表しております。本日15日から明日16日のですね、午前4時までの1時間ごとの降水量の予想を含んだコンピューターグラフィック画像になるんですけれども、 やはりですね大雨災害に対する危険度が急激に高まっていることを知らせるこの降水量が表示されております特にこの緑色の部分ですねこちらは30ミリから50ミリの1時間ごとの降水量が予報されておりますのでこれはですね激しい雨つまりバケツをひっくり返したように降る雨を表しております。 この渦を巻いているのがですね、台風7号、ランの渦になるんですけれども、台風がですね、今後通過していくにあたってですね、厳重な警戒が必要になってきます。そして台風7号の通過に伴う雨雲、12時8分。 発表がですね、気象庁の最新情報ということになるんですけれども、本日15日火曜日、ご覧のようにですね、西日本地域、雨で暴風を伴う予報がですね、岡山、兵庫、京都、滋賀、愛知、三重、奈良、大阪、香川、徳島、和歌山と非常に広範囲に発表されております。あと鳥取県もですね、雨で暴風を伴う予報が発表されておりまして、 福井県と岐阜県も雨で暴風を伴う予報が台風7号の通過に伴いましてですね最新情報で気象庁の方から発表されております今後の最新情報をこまめにチェックされ続けることをお勧めいたしますということで今回は気象庁のですね最新情報をですね速報でお伝えしているということにですねちょっとまとめてみたんですけれどもこれから兵庫県をですね縦断して日本海側に抜ける予報となっております特にこの 台風が通過すする右側ですね進行方向の右,側が非常にの右側が強い理由、これ、単純にですね簡単に解説をしますと、台風の進行方向と台風は反時計回りに回りますから、台風の回転と進行方向が同じになる右側が非常にですね、えー、風の勢いが強くなりますので、えー、甚大な被害が出るということです。 まあ、先ほどあ、えー、げました動画にもおご説明申し上げましたが2019年の台風15号、ファクサイ房総、えー、半島をです、ね、通過した民側が房総半島に当たるんですけれども。 甚大な被害が出たということは記憶されている方もいらっしゃるんじゃないかない。台風速報ということで今後もですね、当台風速報チャンネルは台風に関する最新情報速報でいち早くあなたのもとへお届けしてまいります。正確な最新情報をいち早く手に入れること。これはですね、あなた自身の身、そして大切な人の身を災害から守り、事前準備を万般にし、かつ心の準備もできるようになるので、ぜひチャンネル登録をしていただいてですね、 台風に関する最新情報をいち早く入手していただければと思います防災に最大限にお役立てフルにご活用いただければと願っております台風に関する最新情報を最速でご提供することこそが当台風速報チャンネルのメインテーマでもあり趣旨であり真の狙いでありコンセプトでもありますそして。 社会的な使命であり、存在意義そのものであると自負をいたしております。私からは以上であります。